本当に今日は懐かしいことばかりだ。言っとくが、同窓会をしたくて来たわけじゃねえぜ。天の聖杯ならもう旅立ったよ。同じ根を持つ者よ。ふっ、抜け抜けと。随分とお体の具合が悪いようですね。この町にはいい医者も力を持ったブレイドもいないようだ。僕とカムイならその体に滞ったエーテルの流れを正常に戻せる。あなたの命を流れさせることができるんです。無粋な取引だと思われたくありませんが、あなたにとって悪い話ではないはずです。僕たちにちょっとだけ力を貸してください。そうすればあなたはまだ生き続けることができる。己のせいに固執することなどもうありえんよ。わしは十分に生きた。引き取った難民の子供たちが悲しみますよ。子供たちは皆強い子だ。茶番ですね。この上もなく陳腐なセリフだ。残念です。どうした？出てきてください。先ほどの話聞いていたのでしょ。あなたならおじいちゃんを助けられる？もちろん助かるよ。そう、ほんのちょっとだけ力を貸してくれるだけでいいんだ。ここはあなたが来るところじゃない。釣れないな。俺にだってここに来る権利はある。昔話をしに来たわけではなさそうね。ふミノチのところのガキを預かっている。お前が目覚めた場所まで来い。覚えているよな？もちろん一人でな。じいさん、どうしたんだ？イオンがいなくなった。 おそらく奴らだ。奴らって？お前たちが帰った後、メツともう一人の男がわしのところに。メツだって？もう一人って誰？名は知らん。赤いメガネをした男だ。義経か。でも何が目的であいつらイオンを？まさか。ニア、ホムラは？私が起きた時にはいなかった。え、誰も会ってないの？ホムラ、もしかしてイオンのことを知っていたんじゃ？あり得る話だ。あの二人ならば。バッカ野郎、一人で助けに行ったのか？でもどこに？書き置きとかは？ない。あったら気がつくよ。場所はわかる。おそらくはカラムの遺跡。カラムの遺跡？500年前、英雄アデルが率いた抵抗軍決起の地。天の聖杯が目覚めた場所だ。滅のことだ。天の聖杯を誘い出すとすればそこしかない。コールさん、カラムの遺跡はどこ？大階段を登った先だ。
バンダムさん。おう、親父、このじいさんを頼む。へっへっ。急ごう。今からなら追いつけるかもしれない。